はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日8月25日に収録しております。今日は私が一番好きで一番愛する映画ロッキーについて熱く語らせていただきたいなと思っております。どうかお付き合いいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてなぜ今ロッキーなのか、ロッキー1が公開されたのが1976年、日本では77年やったと思いますけども、当時高校生だった私はもちろん映画館に行かせていただきまして、もううおーと、感動したのを今でもはっきりとなんか覚えて、おります。よく堀内さん一番好きな映画は何ですかってこう聞かれたら、もうずーっとロッキー1、ロッキー2ですとお答えしてきました。いやそれやったら日本になるんじゃないですかって、いやすいません、もうこのロッキー1とロッキー2が私の中ではもう一体化してて、ちょっと切り離して考えられへんので、ロッキー1、ロッキー2として、私が一番好きな映画として、皆さんにお話ししてるんですっていうような、まあ、ちょっと反則技になりますけども、そんな話をしたり、じゃあ1位、2位やとしたら、3位がロッキー3なんですかって言われたら、いや、それは全然違うんですって、ロッキー3以降は、まあ、嫌いじゃないんですけど、もうまた別の映画みたいな風に私思ってるので、ロッキー1、ロッキー2が、私にとっては特別なんですっていう、お話をしてたりしてたんですけども、まあ、なかなか今更このもう世界中の人たちが愛する映画、そしてシリーズシルベスタスタローンの代表作ロッキーを今更その語る機会もなかったんですが、今回ロッキー4、ロッキーっていうのはロッキー1を皮切りに1、2、3、4、5、そしてロッキーザファイナル、ロッキーシリーズとしては6本、またスピンオフ的にロッキーの永遠のライバルでありますアポロ・クリードの息子、アドニス・クリードを主役にしたクリードっていう映画、クリード1、クリード2と、まあ、2本撮られてますので、このクリードも良かったんですけど、全部でまあ、ロッキーシリーズ8本、クリード2本、まあ、全部で8本、すべて、映画館で、見て、いるんですけども、このロッキー4、1985年に公開されました。ロシアから来るも本当にマシンのような鍛え上げたドラゴと、ロッキーが戦う。その前に、まあ、アポロは、負けて亡くなってしまうんですけども、このロッキー4を、今回、まあ、コロナ禍でなかなか撮影できなくて、スタローンが時間があったということがあったらしいんですけども、ロッキー4の仕上がりに対して、スタローンがちょっとやっぱり、不満みたいなものを持ってて、今回時間があったので、ロッキー4をもう全面的に、やり直して、こう編集し直して、新しい、ほぼ新しい作品として作り上げて、全米では1日だけの公開やったそうなんですけども、日本では8月19日から公開されてまして、まあ、公開されてる映画館も限られてますので、この動画のアドレス欄に、このロッキー4、ロッキー VS ドラゴのホームページのアドレスを載せておきますので、そちらの方を見ていただきましたら、全国の、上映されてる映画館の紹介もされてますので、またそちらの方も載せておきますので、興味のあられる方は見て、行っていただきたいなと思うんですけども、このロッキー4が今回まあ映画館で公開されてるというのを知って、実は昨夜私は京都のムービックス京都に見に行ったんですが、あ、これはもうなかなかこれからロッキーシリーズが映画館で新作を撮られるっていう話もあるんですけど、もうそれもいつになるかわからへんので、ロッキーについてお話できる、まあ、これはちょっとチャンスかなと思って、で今回昨日ロッキー4、ロッキー VS ドラゴを見に行かせていただく前に、久しぶりにロッキー1、2、3、4まで、4本続けて見に行って、特にまあロッキー4を見てからどのあたりが変わったのかなというところも、まあ、ちょっとこう確認したいという思いもあって、1、2、3、4を久しぶりに、見返して、昨日は新作になりますロッキー VS ドラゴを見に行かせていただきました。で結構若い世代の方なんかはロッキー1、ロッキー2なんかが公開されている時はまだそんな
な映画館に行かれるような年齢じゃなくて、後でまあ、DVD なんかで見られる方が多くて、そういうちょっと若い世代の方は、中にはロッキーシリーズの中で、ロッキー4が一番好きなので、今回そのロッキー4がさらに素晴らしくなって、むちゃくちゃ感動しましたなんていうふうに、YouTube でお話しされてる動画も、なんか何人か私も見させていただきました。いただきましたが、私にとってはもうロッキーというのは、ロッキー1、ロッキー2で、まあ、一つちょっとこの、まあ、完結してるっていうか、まあ、ロッキーザ・ファイナルもちょっとそこに加わってくるんですけど、ロッキー1、ロッキー2でも本当にもう、私のロッキーっていうものはもう完結してるので、3、4以降が、まだちょっと違う映画みたいな、なんか風に見えちゃって、で、正直言って、ロッキー4に対しても、それほど大きな思い入れがあったわけでもない私が、まあ、昨夜は見に行かせていただいて、そんなにその、うわ、もうむちゃくちゃ変わって、むちゃくちゃ感動しましたなんていうことは、なんかちょっとね、無理をしても言えへんので、正直にお話しさせていただきたいなと思います。ですので、この動画、前半、まあ、ほぼ全てになると思うんですけども、私のただただ、ロッキー1、ロッキー2を中心とした、ロッキー愛について語らせていただきたいなと思います。で、それも、まあ、他の方のように私は映画評論家じゃないので、なんかこのロッキー、シルベス・スタローンが、本当にまあ、生活苦の中、まあ、いろいろと不本意ではない、ポルノ映画なんかにも出て、なんとか食いつないでて、そして、ある夜、モハメド・アリとチャップ・エプナーの試合を見て、この着想を思いついて、3日で書き上げてどうのこうの、そして素晴らしい脚本を書き上げて、映画会社に持っていったら、映画会社は、その、脚本は素晴らしいことはもうすぐに認めてくれて、じゃあこの脚本で、ロバート・レッドフォードとか、ポール・ニューマンとか、なんかこう、スターを主役で撮りたいと、まあ、映画会社は言ったらしいんですけども、スタローンはあくまで、これは私自分が主役でないとこの脚本は売る気持ちありませんっていうような話をしたりして、まあそういうことがあってで、まあもう結構ロッキーファンの中では当たり前のような話があるんですけども、ちょっとそんな話は横に置いといてって言いながらもなんか話してしますけど、今日私はこのほっこりカフェならでは他の方が語ってない、他の方がちょっと着想してない視点でロッキー1、ロッキー2を語らせていただきたいなと思っております。で、どんな視点かと言いますと、ロッキーの信仰心、ロッキー1、ロッキー、特にロッキー2では、神様の存在というのがすごく大きくて、まあ、このあたり、物語見てたらすごく自然に盛り込まれてるので、あまりそこを意識して、思われたことはないと思うんですけども、この神様、特にまあ、シルベス・スタローン自身も、熱心な、カトリック、クリスチャンのカトリックの信者だと聞いてますし、アメリカの、まあ、イタリア系の方は、カトリックの信者の方が多いと聞いたことがあるんですけど、スタローン自身もカトリック信者で、確か、ミカエルっていう、なんかこう、お名前も、もらってるっていうのを聞いたことがあります。ですので、今日は、ほっこりカフェならではの、ロッキーの信仰心が素晴らしいっていう、その視点でお話しさせていただきたいなと思っております。で、私はね、その意識的にも、なんか後で気づくこともあるんですけど、なんかこう、神様への信仰心、神様への愛、そしてこの愛をまたより多くの人に伝えたいっていうような、この信仰と愛、のなんかこう視点で作られてる、まあ、作品や曲なんかにはなんかすごくね、なんかこう魂が惹かれてなんかこう感動するところがありまして、結構後からわかることは英語がもう一つその詳しくわからへんので、後からわかることがあるんですけど、例えばロッド・スチュアートのセーリングにしても、すごいいい曲やなと思って感動してたら、後で歌詞をよく読んだら、Oh my love to be near you っていうこの、ロード、主っていう言葉が出てきて、あ、神様に対して歌ってるんやっていうことが後で気づいたり、またビートルズ、ジョージ・ハリスンの大好きなマイ・スイート・ロードなんかも、10代の頃は、ロードが、私がもうアホやなんで、道、R-O-A-D、マイ・スイートロード、真実のなんか自分の進む道みたいなことを歌ってるのかなと思って、後で歌詞をよく見たらロードが LORD ロード、主よっていうことで、あ、
完全にこれゴスペルやんかっていうふうに気づいたりすることもあるんですけども、で、そういう意味でこのロッキー1、ロッキー2の感動、最初映画館でどちらも10代に見たときには、もう完全にこのアメリカンドリーム的なところで感動したんですけど、後から何回も何回も見返すうちに、そしてまた私も神様へのなんかこう信仰心みたいなものを自分の中で芽生えるようになってきたら、このロッキーの中のロッキー・バルボアがものすごく純粋な信仰心を持っていることに気づき、そこにまた感動したので、今日はロッキーの信仰心というところを視点でお話しさせていただき、そして後半、最後、まあ、少しだけになると思うんですけども、昨夜見に行かせていただきまして、ロッキー4、ロッキー VS、ドラゴについて、ちょっと気がついた変更点のところも含めて、昨日見させていただきました、こう、素直な感想を最後に、お話しさせていただきたいなと思っております。ですので、この、動画、何かのご縁でこうやって見ていただきまして、ロッキー VS ドラゴンの素晴らしさを語っている動画かなと思われた方は、そんな期待されたほど、ロッキー VS ドラゴンについて、褒めませんので、もう、もう、切り替えていただいて、消していただいても、結構です。ただ、ロッキーが大好きな方、特に、ロッキー1、ロッキー2が大好きで、そのロッキーの、イエス様、神様を愛する心、そんなところ、そんな視点があるのかな、っていう、なんかその興味を持っていただいている方は、お付き合いいただきたいなと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですが、ロッキーの信仰心、ロッキー1からお話しさせていただきたいと思うんですけども、まずロッキー、どんなシーンから、どんな映像から始まるかと言いますと、皆さん覚えておられますでしょうか？実は一番最初に始まる映像は、イエス様の映像で始まります。最初のシーンとしては、ロッキーが、まあ、地下ボクシングって言うんですかね。なんかバスへの、なんかもうリングを組んであって、お客さんもお酒を飲みながら、どっちが勝つか。賭けをしているような、なんかそういう酒場なのか、その地下ボクシングみたいなところで、まあ、あれは生計立ててるんですけど、その試合風景なんですけど、あの会場が、その、公民館なのか、体育館なのか、もしかしたら元教会だったのかわからないんですけど、壁に描かれているイエス様の像が映り出すところから、ロッキーシリーズが始まります。で、後に聞いたのは、あのシーンっていうのは後から付け加えられたとも聞いてるんですけども、いきなりそのイエス様がこう、ロッキーが戦ってる、そのバスへのボクシングのなんか試合で戦ってるのをこう、ずっと見守ってるということは、ロッキー・バルボアのことを、信仰心を持ってる、このイエス様が、ずっとロッキー・バルボアのことをこう見守ってるよっていうことを私は表しているのではないかなと思います。で、ぜひこの動画を見られた方は、特にロッキー1、ロッキー2を、まあ配信なんかでも見れるかなと思いますので、見返していただきたいんですが、いきなりまず、そのイエス様の映像で、画像で始まるというところに注目していただきたいなと思っております。そして、ロッキーが暮らしているボロボロのアパートのギシギシきしむ、ベッドサイドには、イエス様の像が、置かれて、おります。またそこもね、注目していただきたいなと思っております。ロッキー1の中で私がそのイエス様を感じたのは、まあ、そのあたりかなと思うんですけど、で、ロッキーシリーズを通じて、ロッキーはいつも試合前には、一人で、洗面、この、手洗いのとこ、洗面のところの中で、こうやって一人、ひたすら、神様に対して、イエス様に対して、祈るシーンは、ずっとその後も、あったかなと、思います。で、ロッキー2の方になりますと、もっと印象的に描かれてまして、アポロとの再戦が決まった後の記者会見で、また何を、このファイトマネーで何を買うというところで、まあ、車とか家とか言った後に、教会にキリスト像を寄進するということを言ってますし、で、私がこのロッキーシリーズの中で、まあ、一番好きな涙が何回見ても出る、溢れる、まあ、瞬間、シーンにつながるシーンとしましては、
エイドリアンが妊娠をして、まあ、それでもなかなか、ロッキーの仕事が見つからずに、エイドリアンが身をものまま、また元働いてた、ペットショップで働いてるんですけども、そんな状態で働いてたので、ちょっと倒れてしまって、で、なんとか、赤ちゃんは早産やったんですけど、無事出産して、赤ちゃんは大丈夫やったんですが、そのまま、エイドリアンが、なんか、違う病気も併発してしまって、結構危険な状態ということで、意識を失っているところに、ロッキーが駆けつけます。で、夜までいたんですけども、もう面会時間が終わったので、もう帰りくださいということで、で、この病院にロッキーは、チャペルはあるか、まあ、礼拝堂、礼拝室ですか、チャペルはあるかって聞いたらありますっていうことなんで、夜はチャペルの方に移動して、そちらの方でひたすら祈ります。で、ミッキーも一緒になって、一晩中ミッキーもこうやって祈ってくれるんですけども、で、この映画の中では、3日2晩ぐらい、昼はもうベッドサイドでエイドリアンの手を握って祈り、そして夜になったらそのチャペルの方に移動して、チャペルの方でエイドリアンの無事を祈りっていうのが映画の中で、まあ、3日2晩ぐらい祈り続けてる、そんなシーンがあります。そしてある時このロッキーがエイドリアンに何かこう読み聞かせのようなことをしてあげてる時に、この握ってた手が動いて、エイドリアンの意識が戻り、よかったとロッキーはもう感動して、で、その後、もしも君がもう、試合を反対してたので、もう、目のことも心配なので、もう試合しないでって言ってたので、もう、君が望むなら、僕は、この試合をやめるよって言うんですけども、エイドリアンが、近づいてきてっていうことで、ウィン、勝って、と言います。私がもうこのロッキーシリーズで一番好きなシーンです。エイドリアンがもうやめてって言うのかなと思ったら、勝って、って言います。で、隣にいてた、ミッキーが、何をぼやっとしてるんだっていうことで、さあトレーニングだっていうところで、そっから、ダダダダダンダンダンってこう、もうものすごい、トレーニングシーンに入っていく、あそこの下りが、私はもうロッキーシリーズで、もう何回見ても、もううおーっと燃えてくる、そして泣けてくる、シーンで、まあ一番好きなんですけども、あんな風に、その夜は夜を徹して、そのチャペルでイエス様に対して祈るっていう、シーンが、入っております。そして、まあ、試合の当日、もうみんながそのロッキーのアパートから出てくる、ロッキーのお家から出てくるところを、もうみんな近所の人たちが待ち構えてロッキーって呼んでるんですけど、そこから車に乗って試合に会場へ向かう途中に、結婚式も挙げた、教会の、カーマイン神父やったと思うんですけど、結婚式のシーンもすごく面白くて、神父さんもイタリア系やと思うんですが、イタリア語でお話しされるので、この新郎が神父にキスをしてっていうのもイタリア語で言わはんので、ロッキーが何を言うてるのか分からずにこう説明されて、キスをするようなところもあったと思うんですけど、カーマイン神父のお住まいのアパートの下のところまで行って、カーマイン神父ってこの、読んで、でこう窓を開けてみたら、おーロッキーって言ったら、今から試合なんだと、もう大変なこと、まあ大きな怪我をするかもしれないけど、どうか自分が無事であるように祈ってくれと、それは自分の無事のためというより、そのエイドリアンのために、そして生まれてきた子供のために、この体がなんとかこの試合の後も大丈夫でありますようにということだと思うんですけど、それを神父に祈ってくれています。で、神父はもうすぐ了解して、こう祈って、で、すぐにロッキーをこう祈りして、ありがとうって言って、そのまま試合に向かいます。あんなところも本当になんかこう
細かい小さなシーンなんですけど、あれはやっぱりシルベスタ・スタローンの信仰心をものすごい表してて、すごい素敵なシーンだと思っております。でアポロとのもう本当に映画史上に残るまあ激闘名シーンの後に二人ダブルノックダウンした後、なんとかロキは立ち上がり、アポロはもう崩れるようにして立ち上がることができず、このリベンジマッチロッキーがまあ勝利して新チャンピオンになるんですけども、その勝利の感謝のスピーチでまあエイドリアンやミッキーなんかにもこれお礼を言った後、神様に感謝しますということで、ここでしっかりと神様への感謝っていうのを勝利の感動のインタビューでロッキーははっきりとお話ししているところなんかも、私が何回見ても何回見てもなんかこう感動して、心が震えるシーンですので、もしかしたら他にもあったかもしれないんですけど、このロッキーの信仰心っていう視点でぜひまた機会があったらロッキー1、ロッキー2を見返していただきたいなと思っております。でここにきっとシルベスタ・スタローンの信仰心がなんかやっぱりこういうシーンを盛り込んでいくことでやっぱり表してるんではないかなと思っておりますので、シルベスタ・スタローンまあスーパースターなんですけども、まあ純粋なイエス様へのなんか信仰心を持っておられる方なのではないかなと思いますし、なんかはいつかなんかお会いしたい、まあ、スーパースターのもうお一人ですので、そんな時にはシルベスタ・スタローンにご自身の信仰心についてのポイントでなんかぜひねなんかインタビューさせていただくのは、私の夢です。今心の中にありますこう映像が浮かぶロッキー1、ロッキー2のロッキーバルボアのイエス様の絵のなんか信仰のポイントでお話しさせていただきました。また直接その信仰と結びつけてないと思うんですけど、ロッキー1、ロッキー2とも部屋に続く階段をなんか神様に向かって歩いていく階段のような風に私は何回見ても撮れて、それは、ロッキー1で、ロッキーの試合が決まって、で、それまでロッキーに、まあ、ボロクソに言ってたミッキーが、トレーナーをやらせてくれへんかって尋ねてくるシーンがあります。で、まあ、ミッキーはロッキーのことが嫌いでボロカス言ってたんじゃなくて、セリフの中にもありますけど、素晴らしい才能がありながら、ちゃんとその努力をせんと、その才能を生かしきってへん。っていうところがやっぱり嫌いやってボロカスに言ったんですけど、やっぱりそのものすごいチャンス、ヘビー級のタイトルマッチが決まった後、俺にやらせてくれへんかと、ともともとロッキーのこのアパートの階段を上がってきて訪ねてるシーンがあるんですけど、あそこのシーンとかで、またロッキーがジムに行く階段、ジムに上がっていくのも階段ですし、何かこう何かに向かっていくときに、なんかこの階段っていうものをなんかこうそういう形で表現しているのではないかなと思っております。で、まあロッキーシリーズとしてはもう一番有名な、フィラデルフィア、あれは美術館だと思うんですけど、もうロッキーがランニングしてその階段を駆け上がって街の方に見て、うおーっていうシーン、あの階段ももちろん努力して何かこう夢に向かって目標に向かって駆け上がっていく階段として表現されてるかなと思いますので、まあそこはなんかこう信仰心と直接なつながりはないと思うんですけど、この階段っていうものをなんかこう人間が高みに向かって進んでいく、夢に向かって進んでいく、目標に向かって進んでいく時のなんか乗り越えなきゃいけないものとして、この階段を上手に描いているのではないかなと思っております。日本でもお寺にしても神社にしても大体階段が、神社なんかも特にもう大体こう階段があって、階段を登った上に、まあ、本殿があってとか、階段を登った上に、この、神社仏閣があったりすることが多いと思うんですけど、なんか私もこう神社仏閣なんかも階段を登ってお参りさせていただくというのがすごく、まあ、素敵やなと思うんですけど、なんかこの、ロッキーシリーズの中では、この階段っていうものを、なんかこの、まあ、直接神様を描いているシーンではないんですけど、なん
かこう高みに向かって登っていくっていうところをなんかすごく上手に効果的に使っているのではないかなと思いますので、ロッキー1、ロッキー2をぜひ見返していただきたいですし、ロッキーの信仰心、神様への思い、そしてこの階段のところに注目して、見ていただけたらなと思っております。ロッキー、特にロッキー1、ロッキー2の、ロッキーの信仰心についてちょっと熱く熱く、お話しさせていただきました。それでは後半、昨夜見に行かせていただきましたロッキー4の、まあ、ほぼ新作として生まれ変わったロッキー VS ドラゴについて、ちょっとね、感じたところをお話しさせていただきたいなと思うんですが、まずね、ロッキーの、このロッキー4をもう一度この編集したことに対する、なんかロッキー、シルベスタ・スタローン自身の言葉があるので、ちょっとそこだけね、読ませていただきたいなと思っております。監督、脚本、主演、シルベスタ・スタローンからのメッセージということで、ちょっと読ませていただきます。ちょっとスタローン調で読ませていただきたいと思っております。ドラマの中心に重点を置きたかったんだ。登場人物の心に注目して、より感情的に、より責任感を持って、なぜこのシーンを使っていない？当時の俺は何を考えていたんだ？って凹むこともあった。今考えると使うべきシーンは明確だから、当時の自分の人生観に疑問を持ったよ。前のロッキー4を作った頃の俺は今よりかなり薄っぺらだったんだ。今回新たにロッキー VS ドラゴとして生まれ変わった。タイムマシンに乗るようなこのチャンスを得たことに感謝している。オリジナルが作られてからの35年の間に僕はたくさんのことを経験し生きてきた。僕は変わったし映画も変わった。そしてこの作品はロッキーに関わった全ての人に敬意を示している。ロッキーは CG も特撮も使っていない。それでもロッキー VS ドラゴは一層大きくなったんだ。というふうに、何もロッキー調に語ることはないんですけども、こんな風に言うてるので、なんかもともとやっぱりこのロッキー4で、ロッキーシリーズの中で、このロッキー4は、一番興行的には、なんか成功したとも聞いております。ちょっと意外なんですけど、これが一番興行的には成功したんですけど、また同時に、その、アカデミー賞なんかと反対に、まあ、言ったら、あんまり、良くなかったというか、もうちょいきつい言い方すると、なんか、なんやこの映画っていうような賞もあるらしいんですけど、そっちの方を、このロッキー方は、何部門とかでね、受賞してるぐらい、まあ、評論家の方にはきつく言われたっていうこともあって、まあ、ロッキー、スタローンとしては、ちょっとやっぱり不本意やったので、直したいというところがあったのではないかなと思っております。でも、ロッキー1に、まあ、ロッキー3から、すごいやっぱり制作費も、増えていきますし、ロッキー3なんかでは、まあ、チャリティーマッチなんですけど、いきなりハルク・ホーガンが出てきたり、なんかもう、なんか、いやもう、全然今まで1、2と違う感じになってくるし、またロッキー4では、私が一番好きな、もう映画音楽の中でも一番好きな、このビル・コンティの、もう映画史上に残る、名曲、タタ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 の、このメインテーマ曲はロッキー4では流れません。ダダダダダダダという、ちょっと最後のこう戦いのシーンみたいなところは確か流れたと思うんですけど、どっちかというともうロッキー3からは、サバイバーのアイオブザタイガー、まあ名曲であることはもう間違いないんですけども、あれがもうなんかメインの曲になってる感じがして、まあそこも、やっぱり私もこのビル・コンティのサウンドトラックがまあむちゃくちゃ好きなので、まあそこもね、なんかもう一つこう感情移入できないところもありますし、ロッキー4は何箇所か、もう本当に当時80年代はああいう映画って多かったと思うんですけど、途中でなんか急に歌が始まって、そこだけミュージックビデオみたいな、ロッキーフォームもこう急にかっこいいスポーツカーを運転していろんなことを思い出すみたいな、なんかそこだけその曲のミュージックビデオにも使えるような、なんかこうミュージックビデオ的な時間が何回かこうロッキー4にもあって、あそこも私は正直
時ってあんまりこの好きなあの演出の仕方じゃないので、ロッキーさん特にこのロッキー4もなんか もう一つなんかこう好きな映画とはねなんか堂々と言えないような感じなんですが、ですのでなんかあの昨日見に行かせていただきまして、生まれ変わった映画でこうむちゃむちゃ感動したっていうようなところは正直に言ってそこまではなかったです。ただあのこれはいらんなっていうシーン、例えばあのポーリーへのプレゼントで、ロボットがなんかプレゼントであげてシーンもあったりしたんですけど、ああいうところはもうバッサリ切っていただいているので、まあそこは良かったと思いますし、私今なんかこう昨日見に行かせていただきまして、あの覚えてるシーンでやっぱりまずものすごく良かったのは、アポロが、ドラゴンに負けて亡くなってしまいます。で、アポロの葬儀のシーンで、元々のロッキー4には、ロッキーだけがこの墓地で、あの、弔辞を読むんですけど、今回、昨日見に行かせていただきました、ロッキー VS ドラゴンでは、アポロのトレーナーのデュークも、弔辞を読むところがあって、あれは確か、元々のところにはなかったと思いますので、あんなシーンも撮ってたんやと思って、あの、デュークの、あの、アポレ送る言葉があったのは、良かったですし、あの、むちゃくちゃ、あの、感動しました。で、この、まあ、ロッキーシリーズ、エイドリアン、お兄さんの、ポーリー、ミッキー、もうみんな大好きなんですけど、このアポロクリードのトレーナーのデューク、トニー・バートン。このデュークがね、私実はものすごい好きなキャラで、ずーっとね、まあ、デュークがいてくれる、そのまずロッキー3でミッキーは死んでしまうし、ロッキー4で、アポロも死んでしまうんですけど、このデュークがいてくれることで、で、ロッキー1、2からアポロ側のそのセコンドでデュークが逃げろとかいうようなシーンもあることで、ものすごくそのなんかリアリティが高まってるのも思いますし、私はこのロッキーシリーズの中で、このアポロのトレーナー、デュークが大好きなので、このデュークのアポロに送る言葉が今回入ってたのは、なんかもしかしたら私一番あの感動するシーンだったかもしれません。そしてまたこの映画のこうラストシーンなんですけど、もともとのロッキー4は、リングで勝って、ロシアでの、まあ、感動的なスピーチをして、ここにあのアメリカの星条旗、国旗がバックにすごい綺麗なこのシーンで、まあ、終わってるんですけど、今回はリングから降りて、そのデュークと二人で、去っていく、帰っていくシーンの後ろ姿で、終わったと思いますので、ロッキーと私がすごい好きなキャラクターで、素晴らしい役者さんやと思う、トニー・バートンのデューク、二人のシーンで、この、ロッキー VS ドラゴンのラストシーンになってたというところも、私はすごく良かったです。で、昨日はまあ、あの、スクリーン映画館でこのロッキーシリーズを見させていただくのは、まあ、本当に久しぶりやったんですけど、これからまたロッキーシリーズ、またあの、クリードのシリーズがあるかもしれませんし、今までの既存の作品が今回のようにまたちょっとなんかこう、リメイクされたりして、スクリーンで、あの、見ることがあるかもしれないんですけど、もしかしたら、昨夜の、ロッキー VS ドラゴが、私がスクリーンで見れるロッキーの最後になるとしたら、その最後が、ロッキーとデュークの後ろ姿っていうのも、なんかすごく、私としては、あの、良かったので、今回リメイクされまして、このデュークのシーンがね、なんかすごく、特に弔辞のシーンが増えてたのが、すごい私は、あの、良かったなと思いました。で、今回この1985年にこの元々のロッキー4が公開されたんですけども、この数年後、1988年あたりからソ連が崩壊して、1991年に、まあ、ソ連が崩壊して、まあ、現在のこのいくつかの国にバラバラになってロシアになるんですけど、あの時、まあ、冷戦時代のほぼ終わりの頃に作られたこの映画ですし、今もう一度スタローンがこれをリメイクしたいと思ったのは、もしかしたらこのロシアとウクライナのまあ紛争、ロシアの侵攻、ここに対してのなんか新しいメッセージみたいなものが
盛り込まれてるのかなと、ちょっと個人的にはそのあたり、最後のスピーチのあたりはなんかこう注目してみようと思って昨日も見させていただいたんですが、昨日見させていただいただけではスピーチ自体は もちろん当時撮ってるあの映像を使ってるので新しい言葉を盛り込むわけにいかへんのでそんなに変わってなかったと思っております。自分も変われたし皆さんも変われたし、そしてもうみんなももっと変われる、I can change, you can change みたいなことを言ってますし、そして今日は2人の男がリングの上で、殺しちゃったと。でも2000万人が殺し合うよりはずっといいっていうようなあのあたりもね、なんかすごくちょっと今もう一回見返してもなんかすごく考えさせられるテーマではないかなと思いますし、みんながその I can change, you can change、 みんな変われるんやっていうところも今のこの世界の置かれている現状の中で直接的ではないんですけど、なんかもしかしたら今のスタローンが一番なんか伝えたかった、テーマっていうのはもう変われる、I can change, you can change, everybody can change、 このあたりだったんではないかなというふうにちょっと私は深読みさせて、いただきましたので、このロッキー4、ロッキー VS ドラゴ、ちょっと上映されている映画館も限られてますので、また今日の話を聞いたりしてちょっと見たいわという方見に行っていただきまして、最後のロシア、当時はソ連ですね。ソ連に乗り込んでの試合の勝って、最後のスピーチのところで、なんかこう、やっぱり、なんかこう、こういうことがあって、最初は憎しみあってたけど、やっぱりどっかで人間と人間として、同じ人間として分かり合えるんやっていうようなことを当時も伝えてたと思うんですけど、このメッセージが今2022年にもすごく大切なメッセージのような気がしました。今日は、ロッキー VS ドラゴが、公開されたということで、私が一番愛するロッキー1、ロッキー2を含めて、1、2、3、4と見返して、昨夜、ロッキー VS ドラゴを見に行かせていただきまして、ほぼロッキー愛、そしてまだロッキーの信仰心という他の方はあまり語ってないポイントでお話しさせていただきまして、そして最後は、ロッキー VS ドラゴの、私が好きなキャラクターのアポロのマネージャー、デュークのシーンなんかに感動したポイントでお話しさせていただきました。今日はただ、ロッキーが好きなおじさんがロッキー愛を語っているだけの動画になったかなと思うんですけども、また何かね、このロッキーというものがなんか苦難困難にあるときにそれに負けずに、いや前に向かって頑張っていこうっていう、そういうなんかこう気概気迫ファイティングスピリットを心の中にもう一度宿してくれる作品であることは間違いないと思いますし、このロッキー VS ドラゴが公開されたということでもう一回気合を入れて本気でロッキー1から見返すことができる、なんかそんな機会を作ってくれたので、そういった意味では感謝してますし、2022年私自身ももう一度ファイティングスピリットを持って頑張っていきたいなと思っているので、もう一回このロッキー1、ロッキー2を、こうやってしっかり見ることができて本当に良かったです。長い動画になったと思いますが、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ロッキーありがとうございます。そしてシルベスター・スタローン最高です。本当にありがとうございます。そしてデュークのトニー・バートン最高です。ありがとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから。